はい、皆さんこんにちは、しんです。今日はアップルのリーク情報、こちらをお伝えしたいと思います。まずは iPad Pro 11インチ、なんと来年はミニ LED 搭載かというリーク情報。そして2つ目は iPhone 13のこちらモックアップ、こちらが出てきておりますので見ていきたいと思います。はい、それではアップルのリーク情報です。ミンチーク講師が投資家向けレポートで、2022年の iPad Pro 11インチモデルではミニ LED のディスプレイが搭載されると予測しております。そしてアップルのエンジニアは11インチのモデルミニ LED を採用しなかった理由については、11インチのモデル、こちらはサイズや重量が重視されるということを考慮したと述べております。その他、来年はワイヤレス充電、マグセーフが搭載されるとブルームバーグのマーク・ガーマン記者が報じているほか、2023年以降は大画面の iPad Pro、 そして今年2021年には新型 iPad mini が登場するとも伝えております。なのでまた iPad の情報など入りましたら、このチャンネルでお伝えしたいと思います。そして iPhone 13 モックアップ画像のリーク動画が出ております。そしてこちら iPhone 12、こちらと比較の写真も出てきておりますので、ちょっと詳しく見ていきたいと思います。こちら右側が iPhone 13となっております。スピーカーのホールがベゼルの部分に移動して、それに従いノッチの横幅が狭くなっていることが新たに分かっております。はい、こちらが iPhone 13、iPhone 12 mini の写真の比較となっております。iPhone 13 mini、 こちらレンズの配置が斜めになると噂となっておりますが、その理由はセンサーシフトの化学式手ブレ補正の機能を搭載するためと考えられております。はい、こちらは iPhone 13 と iPhone 12、こちら横のボタンの位置が異なる写真となっております。はい、こちらはプロシリーズ、こちら見比べておりますが、リアカメラの部分とレンズの両方が大きくなっているように見えます。そしてプロマックスと、前作の iPhone 12 Pro Max、こちらの方もやはりリアカメラの部分が大きくなりますが、本体の横幅が広いので iPhone 13 Pro よりは変化は感じにくそうとなっております。はい、そしてこちらバッテリーの容量、予想の販売価格のリークも出てきております。バッテリー容量は前作に比べて増えているので、皆さん安心ですね。価格の方は前作とほぼ一緒になるというリーク情報も出てきておりますので、また詳しいリーク情報貼りましたら、このチャンネルでお伝えしたいと思います。はい、それでは本日の動画以上となります。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。